こんにちは。電磁気学の基礎の授業を始めたいと思います。今日は磁場について勉強していきましょう。またなんか睨んでますけれど、やっていきます。さあ、小学校の時に、こう、砂鉄とかを撒いて、こういうの、こんな磁力線を見るっていうようなことをやったことあるんじゃないでしょうかね。僕も記憶があります。で、電気力線なんか書いてあると、この磁力線と電気力線っていうのは、まあ、そっくりですよね。すごく似ています。で、全然ち、ど、めちゃくちゃ違うところありますよね。で、それは、磁石の N 極と S 極のところを、こう、ボカーンと、トンカチでぶったたいて分けてやっても、またこう、金太郎飴みたいに N 極と S 極が出てくると。あれ？と思って、またぶったたいてやって、それでもやっぱり N 極と S 極が出てきてしまうと。というわけで、N 極と S 極っていうのは単体で取り出すことができないですよね。でも、この磁力と電力っていうのはまあそっくりです。実はですね、相対性理論。まあ電磁気学って言ったら相対性理論なんですが、この電気の力と磁石の力っていうのは一つの電磁力というもので統合されることがわかります。なのに、片やこっちは、プラスマイナスで分離できるのに、こっちは N と S で分離できないですよね。これはどうしてかっていうことなんですけれど、これはまだ分かっていません。で、実はですね、宇宙の果てに、まあ、1個でもいいので、こういうものがあったとすると、実はですね、こう面白いんですけれども、その電荷っていうものは、こう連続ではなくて、例えば1クーロンとか考えられるでしょ？で、0.00000000なんとか、もう0を100個やって1クーロンとか、数学的にはどんな小さなクーロンを考えることもできますよね。ところが、そうじゃないんですよ。実は、最小単位があるんですね。加減が。こう、電気素量と言いますけれども、最小単位があります。まあ、硬貨を見ていくと、例えばお金のね、1円玉よりもちっちゃい硬貨ってないですよね。で、例えば5000万円とかあって、で、こう分離してて、例えば、数学上は、0.1円とか0.001円とか、まあ、取引の時には何銭とかってやりますけど、そういうことを、もっともっとちっちゃい単位だって、数学上は考えることできますよね。ところが、硬貨、と思うと1円よりもちっちゃい単位ってないですよね。そういうわけで電荷もですね、いくらでもちっちゃなクーロンって考えられそうなんですけれども、実はですね、ないんですよ。最小単位があります。で、そのことを、なんでそうかっていうことを証明できちゃうんですよね。実は、この人たちが1個でもあれば、宇宙に1個でもあれば。というわけで、あと、こうね、電気と磁石の力ってそっくりじゃないですか。だから、ある方がむしろ自然かもしれないですよね。でも、今んとこ見つかってないと。というわけで、もちろん見つけたらノーベル賞間違いなしなので、これは世界で、見つける競争を、まあ、してるわけですね。まあ、なんでこう分離できないのかって、昔先生に聞いて、自然がそうなってんだから、もうややこしいこと言うなよみたいな感じで中学の頃なんか言われた覚えがあると思うんですけど それはあんまり良くないですよね。そんな中学生が怒られるような質問を最先端では、ものすごい懸命になって研究しとって発見しようと思って頑張っとって、でしかもそれ見つけたらノーベル賞間違いなしだし、こんな重要なことがと関わってるわけですからね。はい。というわけで、まあ今のところですね、この電磁気学の法則としては、電荷はあるけれども、この磁荷っていうものはないので、この電場の方に関してはこういうものを考えられますが、磁荷はないから、この発散のこういうもの、ここはないよっていうことです。これが今のところのマクスウェルの方程式です。というわけで、マクスウェルの方程式の2番目ですね。1つ目は、
電場が電荷があるとその周りにふわーっとこう発散する量としてふわーっと周りをこう泉のように出てくる電場があるという式だったわけですが、こう磁場の方に関しては磁化がないのでこういうものはないよ、ゼロですよっていうのがマクセルの方程式の2番目です。はい、2番目チャリンゲート。さあこれを使ってまあなんかいろいろ計算したくなりますね。計算したくなるでしょう。で、ミニネジの法則やりましょうか。こう電流を流すと、電流を流す向きに、こう、ミニネジを回して、ミニネジを回すように、こう、磁場が起きるというのがミニネジの法則でした。で、これ計算するのに、もうちょっと大人のやり方は、この磁場における空論則、磁場における空論の法則みたいなやつがあって、それがビオサバールの法則というやつですね。遠隔相互作用の式です。ここから R の距離、R 離れた、R ベクトル離れたところ、ここ、微小電流をこう I×dS にしましょう。この ds っていうのはこの電流の方向のなんかこうベクトルです。1ベクトル。で、それかける、こう外積をかけた方向、この外積をかけた方向に、この磁場ができますよっていうのはこのピオサバールの法則です。で、ここのμ0っていうのは真空の透磁率です。今まあ真空、だとしましょう。空気中でもまあそんな変わりませんし、でその値っていうのはまあこういう値になります。さてではですね、ここで今 ds に関してですから、この s に関してマイナス無限大から無限まで取れば、例えばこの直線、無限に長い直線が作る、磁場っていうのを求めることができます。まあそれをやるだけですけれども、やるだけとはいえ、このベクトルだし、この積分なんか大変そうですよね。結構大変ですよね。そこで、この近接相互作用を使って、マクセルの方程式の時も、ピンポン玉の作る磁場とか、ボーリングの玉が作る、ごめんなさい、電波。ボーリングの玉に分布された電荷が作る電波とか、ピンポン玉の表面に分布された電荷が作る電波とかを、マクセルの方程式を使うとすごく簡単にできましたよね。それと同じように、このマクセル方程式を使って、まあ多分すごく簡単に計算できるんじゃないかっていうことを想像して、その通りだよっていうことを今からやりたいと思います。で、3番目のマクセルの方程式は、ごめんなさい、4番目はこれです。とりあえず今、天下り式に、とりあえずこれだよと先に言っちゃいます。で、今度はこれ、ローテーションです。ローテーション。ナブラかける外積。さっきは、スカラー積でしたよね。発散でしたが、今度は回転です。ローテーション、掛け算、かける外積になります。で、その式は、この右辺はこのようになります。で今ですね、とりあえず、今回っていうか、こっちは時間変動する場合ですね。時間変動する場合は、後ほど勉強することにして、今回はですね、時間変動のない場合を考えるので、だからこれ、時間で微分したところはない。ここはちょっと考えない話をしましょう。さあ、ここで重要になってくるのが、ストークスの定理です。発散の時には、ガウスの法則。ガウスローがありましたけれども、回転の時、ローテーションの時に重要になってくる、このナブラの解析ですね。ローテーションの時に重要、とっても重要になってくるのが、このストークスの定理です。まず、x, y, z っていう位置。それで、ここの位置っていうのを y 方向にデルタ y ずらした。こっちは z 方向にデルタ z ずらした。ここは、z 方向だけデルタ z ずらした。まあ、こんな、こう、YZ 平面の、なんかこう、一つの、今度は線ですね。四角を考えてみましょう。微小な、こう、四角を考えます。線ですよ。で、ここに磁場が、例えばこんな風にかかってたとしましょう。こんな風にかかってたとします。で、こっちのベクトルを dr、ちっちゃな、微小ベクトルをこの dr、dr としましょう。さあ、まず P から Q までの線積分を考えます。ここからここの線積分っていうのは、こいつに
このベクトルにこいつを内積をかけて P から Q まで、積分しなさいっていうのがこの P から Q までの線積分です。で、これやってやると、この B は今 BX、BY、BZ ですよね。ですよね。これベクトルをセーブで書きました。それから dy で、こっち方向っていうのは、こっからここまでどんだけ変化したかって言ったら、y だけが、この少しだけ、デルタ y だけ変化しました。なので、そういうベクトルですよね。ここ。ここから。だからここを内積してやればいいと。そうすると、これ簡単ですよね。こう、今度は数になっちゃって、by にデルタ y をかけたものになります。さあ、by っていうのは今、ここ、ここをメインに見ているので、ここを代表的に取ってくればいい。ですよね、この量です。次、Q から R までを取りましょう。Q から R。同じように、今度は Z 方向だけがちょこっとずれましたね。ここからここ。だから、この微小ベクトルっていうのは、この分だけです。なので、この BZ、デルタ Z になりますよね。さあ、ここは何を代表とするかというと、この、ここですね。ここの、ここの場。これ二つ、二次の微小量になってますから、こっちを代表に取ります。だから、こうですね。いいですか？ここの場。ここの場としては、この座標の位置としては、こう、ここを取ってきます。次、Q、R から S の線積分を考えます。今度は、方向がマイナスデルタ Y だけこうずれますから、マイナスデルタ Y です。符号が今度はマイナス BY デルタ Y となります。で、ここを代表として取るのは、この、ここの座標ですね。ここの、ここの中で代表的に取るのは、ここの位置座標を取ってくればいいので、こうです。さあ、最後に S から P までっていうのは、今度はマイナスデルタ Z だけ、こっち行きますから、このように。で、内積取ってやると、このようになりますね。で、ここ代表的に取ってくるのは、こっちの、デルタがない方を取ってきますので、こうです。代表的に取ってくるこの座標っていうのは、デルタがちっちゃい方を取ってきますよ。というわけで、これで一周できましたね。なので、今の一周を全部足してやったのが、この一周積分です。今、足しただけですよ。で、これを、まあ、こう書いてあって、これとこれまとめたいので、こっちにデルタ Y をかけて、分母にもかけてると。で、こっちにデルタ Z をかけて、ここの分母にもデルタ Z をかけてると。こんな式にします。そうすると、ここ共通になりますよね。で、ここの部分は何でしょう？この BZ を Y で変微分したもんでしょ？で、ここは、BZ を Z で B、ごめんなさい。BY を、ここ BY ですね。by, ここ添え字間違ってる。by を bz Z で変微分したものですよね。それが引き算になっているので、このようになります。で、ここっていうのは、この面積になりますよね。この微小面積。だってデルタ Z、デルタ Y だから。で、同様に zx 面でも同じようにやってやると、このようになります。それから、xy 面でやっても同じようになります。このようになります。というわけで、こんな式が出てくるんですね。今のをまとめると。これはナブラですよ。で、B っていうのはこんなんですよ。で、これかけるこの外積っていうのはこの量です。それさっき、続けざまに出てきてですね。で、こうなってるわけです。で、この S っていうのは、まあ、この量ですね。こういう量です。面積の微小面積要素ベクトルです。いいですかね。さあ、今のを使ってやります。これがストークスの定理です。右ネジの法則が作る電波を、今度は電波って言っちゃった。磁場を求めてやりましょう。秒差バールを使わずにやってみましょう。まずこいつですね。で、ここを通る半径 R の円を考えます。この半径 R の円でこの式っていうのを面積分します。そうすると、この面積の中で右辺、電流が流れているのはこのところだけだから、まあ、ここだけ取ってくればよくて、μ0i ですね。電流は i なので i になります。
で、左辺です。左辺、こっちは、面積分は、この、ローテーションの場合は、線積分になりましたね。で、この線積分はぐるっと一周です。この方向に、今、これ必ず直行しているので、この角度ね、角度方向ですよね、B っていうのは。で、これ一周したのは簡単ですよね。2πr ですよね。で、2πrb イコール μ0i っていう式が出てきます。というわけで、b っていうの大きさは 2πr 分の μ0i ということになります。超簡単ですね。もうドラクショーな計算です。じゃあもうちょっと難しい例でやりましょうか。こうドーナツ型のコイル。こうコイルをぐる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  N 回巻いてやります。ぐーっと。めちゃめちゃ巻いてやります。で、こっち、これは向こうからこっち、紙面の向こうからこっち側に来て、まあ、弓矢の先端から見てる感じ。で、これ弓矢の後ろから見てる感じで、こっちが紙面の向こうから自分たちに向かってやってる感じで、これ自分たちから紙面の向こう側に行く感じで、そういう向きでこうぐる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 巻くと。で、その時磁場っていうのはこういう向きにできます。さあ、やってやりましょうか。で、この半径 R を、この、ここで取りましょう。このコイルの内部です。コイルの内部で取ります。そうすると、今コイルの内部でやってやると、右辺ですね。で、ここで面積分します。で、どんだけ電流があるかっていうと、I が N 回表にやってきますよね。この内部。だから、μ0 の n かける i です。で、左辺は、これの面積分っていうのは、これの線積分に変わりましたね。で、どうでしたっけ？さっきとのこれ 2πr ですよ。超簡単ですよね。というわけで、磁場っていうのは、もうバシッと一瞬で求めることができます。じゃあ、外側はどうでしょうね。このコイルにないところ。じゃあ、内側でやってみましょうか。これ R。ここで面積、積分を取ります。で、この中に、電流あるかって言ったらないですよね。だから0です。だからここは磁場はないです。じゃあ外側どうでしょうね。外側。この外側。この中に電流どうかっていうと、これプラスでやってくるのとマイナスでやってくるのと、必ず同じだけあるので、打ち消し合っちゃいますよね。だから0です。これも0になります。内部だけなんですね。磁場が出てくるの。外側は0です。これをですよ。リオサバールで計算しようと思ったら、まあ、どえらいことになりますよね。途中でなんかもう死にそうな、にしんどくなりそうですよね。でもこんな風に一瞬で計算することができます。はい。では次回はですね、ローレンツの力について勉強していきましょう。なんだっけ。電磁力ってやつですね。あれの大元のとこです。式です。それでは。